山口孝之のスクリプトチュートリアルを始めます。今回僕はアントニー・ゴウムリのこの彫刻というものを見て、こういったものをスクリプトで作成しようと思い、文章、スクリプトを打っていきました。で、まず、この HWDP HWD で箱の大きさを決めます。で、そこで、この P という数字が数字で、その1本のライン上に何個点を打つかというものを決めて、その値に対してランダムをかけることで、その1個の辺上での点の位置というものをバラバラにして、で、そこからさらにその自分の指定した空間内にランダムに点を打ち、そこに対して直線を引き、で、そこでストレートカーブ、パイプ状のものを作成し、ていくという作業を、キューブ状の12本の辺に行う。この一連の流れの同様の同じ流れを12本、定義を変えて作成したものが僕の今回打ったスクリプトになります。で、これを一旦走らせてみます。ここで H というのがキューブの高さになっていて、まあ W が幅で、 D が奥行きで、 P というのが、これは直接数値ではないんですが、この数値によって1個の天井に打たれる点の数というものが決まってきます。ではこれで、で、まあ、こういったようなオブジェクトができます。これはバウンドさせたりそういったものではないんですが、構造的にも完璧に成り立ってはいないんですが、僕はこの線材、構造と形態といったものが一緒になって、強さと弱さといったそういったものを兼ね備えた形態を作ろうと思い、今回のスクリプトを作成しました。で、この数値を一つずつ変えていくと、こういったように様々な密度の状態のボックスができるという形になっております。僕のスクリプトに対するチュートリアはこれで以上になります。ありがとうございました。